ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。週刊いろいろその後。口角上げて、今日もにっこり。洗面所の鏡の前で何しようと。いや、今飲みよった。おはよう。それって今日もにっこりってやつ？朝起きて鏡に向かうとき、笑顔を作ることを習慣にしておとよ。笑顔を作ること習慣？起きてから重たい気分のときもあるやろ。そげなときも口の端を上げて笑顔を作ると。変くない？それが不思議なことに、笑顔を作っとくと暗い気分とかも和らいでくるんよ。本当？笑顔が嬉しい気持ちを運んでくれる。するとやる気も出てきて、物事がうまくいくこともあるってわけ。へえ。ちょ、悪いけど洗面所どいて。鏡使わして。あら、今朝は早かね。客んとこにプレゼンに行くんよ。あー、緊張する。パパ、そげな時は口の端を上げて笑顔を作るといいって。笑顔？プレゼン成功したら笑顔にもなるけど。じゃなくて、バーバによれば、笑顔になっとけば嬉しい気持ちになって物事もうまくいくって。マジか。じゃあ試しに口の端を上げてにっこりニコニコ。大助、なんヘラヘラ笑いよるん。気色の悪かね。大ちゃん、今日はプレゼンなんやろ。ヘラヘラしてて大丈夫と？誰がヘラヘラや。大事なプレゼンのために無理やり笑顔作った後に。なんそれ。バーバは笑顔を作るのを朝の習慣にしとってさ。ひとみさんもやってみたら。笑顔の習慣、イライラしとう時も嬉しい気持ちになれるよ。へえ、そうすか。笑顔になると自分だけやなく周りの人も嬉しゅうなるかもな。じゃあみんなでニコニコ。ニコニコ。あ、大ちゃん時間。よっべ。あ、大助、笑顔笑顔。ニコニコニコリ。ラジオドラマ幸せの高取家、週刊いろいろ、作池崎紗衣子、阿久根智明、出演服部義雄、池尻和歌子、藤原玉希、本田奈々香、富永典子。録音古賀博文。編集ミュージックリザーブ。協力ライトスタッフギルド。制作は RKB ラジオでした。落語家の立川正志です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川正志のニュース落語。もう聞いていただきましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾンの各ポッドキャストで立川正志で検索してフォローお願いします。また YouTube でも聞くことができますよ。さらに生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川正志キーサイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川正志ニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川正志のニュース落語、どうぞごひいきに。